子球とは、哺乳類のメスの生殖期の一つ、前立腺小室に相動する。妊娠時、体外で子供を育てるときには、胎児の入れ物になる器官である。膣の奥にある。膣に射精された精子が、子宮に到達した場合でも、白血球の攻撃にさらされ数多く死滅する。また、ここから暗管への入り口にたどり着いた精子は、識別され、 条件を満たした生死のみ卵管へ通過することが可能である。卵が卵巣で作られ、卵管を通って運ばれるうちに生死と受精すると、受精卵は子宮の内側の壁に付着し、出産までの期間、そこで成長する。妊娠中、子宮の大きさは胎児全体を包むように大きく拡張する。子宮内には胎盤が構築され、子宮と胎児との間を区切り、 物質交換などを担う。小袋ともいう。子宮の形態は種により異なり、重複子宮、分裂子宮、総角子宮、単一子宮に分類される。人の子宮は厚い筋肉の壁でできた袋状の構造をしている。非妊心事の大きさは上下の大きさが6トルから8トル程度である。幅が4トルから5トル程度と、 なっていて骨盤内に膣の上端とつながって存在する。子宮の上端部を子宮底、下部を子宮首と呼ぶ。子宮頸部はその下側では外子宮口を介して膣と、つながり、子宮底の左右端は卵管。受精卵が着床するのは子宮底の場合が多い。子宮壁の厚さは1トルから2トル程度で子宮壁の内側の空間は 潰れており狭い。子宮の壁は、その厚さのほとんどは、子宮筋層と呼ばれる、平な目筋の層で、この筋肉を構成する平滑筋細胞は、妊娠時には盛んに分裂するとともに、細胞一つ一つが、巨大化し、急激な子宮の拡張に備える。子宮壁の最内層は、子宮内膜と呼ばれる特徴的な粘膜層で、卵巣が分泌するホルモンの影響を、 特に強く受ける部位である。人の女性では月経周期に伴って周期的な変化をすることが知られる。月経はこの子宮内膜が剥がれ落ち、血液とともに子宮口、膣を介して体外に排出される現象である。アメリカでは女性自身の身体管理の一環として膣鏡を使って子宮頸部をセルフチェックすることを推奨する動きがある。豚の子宮は 小袋と呼ばれ、食材として珍重される。千切りにして湯通しすると丸みを帯びた状態となり、コリコリとした独特の食感がある。焼肉として、炙り焼きにして食べるほか、詰め物料理としても使われる。動物の子宮を用いず、それと同等の環境を体外に用意し、そこで胎児を誕生まで育てる方法、およびその装置のこと。イギリスの生物学者。 JBS ホールデンが1923年に著書、ダイラロス、あるいは科学と未来で挙げた当時はまだクルロンの一つでしかなかったが、その後に現実で研究が進み、2017年には羊の胎児8匹が人工子宮内で4週間生存して発育したというアメリカの研究チームによる発表が科学誌、ネイチャーコミュニケーションズに掲載された。なお、 フィクション作品では、上記の、ダイダロス、あるいは科学と未来からの影響で古くから、用いられており、オルダス・ハクスリーが九百三十二年に発表した、SF 小説、素晴らしい新世界などが挙げられる。セルフ・ケア、イッツ、OK ツー・ピーク、ハウ・ツー・パフォーム・セルフ・セルビクル・アンド・バージェノル、エグザミネーション・ハット・ビューティフル・セルビックス・プロジェクト・ハット、小袋は臭みを抜く日程トレディネット、 解説、人工支給を羊で開発、人に使える、ナショナルジオグラフィック日本版サイト。ありがとうございます。